今ここに集まった私たちは沖縄うち、国境なんて関係ない、沖縄への強い郷土愛、沖縄の魅力を感じ誇りを持った私たちは沖縄うち、ありがとう、来てくれてありがとう、出会ってくれてありがとう、人と人とをつなげてくれてありがとう、そして沖縄を忘れず愛してくれてありがとう。笑顔、笑顔は世界共通、笑顔は楽しいを共有できる、相手への愛が素直に伝わる唯一の手段だ。ここ沖縄を、そして世界を笑顔あふれる場所にしてほしい。つながり、私たちはゆいまーるの精神を持っている。沖縄でしか築けない絆を築いていこう。未来、ゆいまーる沖縄がこれからも続いてより良い未来になるよう、沖縄から世界へ、世界から沖縄へ、ここに集まったみんな、そして私たちが沖縄と世界を結ぶ架け橋になりたい、なります、なりましょう。イチャリマ町で、ここにいる皆さんはお互い町で、一度会ったらみんな兄弟、この精神を忘れずにうちなんち大会を盛り上げていきましょう。
琉球の民の末裔であり、その万国津梁の精神はウチナーネットワークという形をとり、時空を超えて今日まで受け継がれてまいりました。本県にとって最も貴重な財産ともいえるこの世界的なネットワークを発展させ、次世代に継承するためには、さまざまな国と地域のウチナーンチュが世代と立場を超えてお互いを知り、絆を深め、自らのアイデンティティを確認をし、沖縄の未来に目を向けて心を一つにすることが重要だと考えます。世界のウチナーンチュ大会は母県においてその思いを再確認し、その決意を新たに共有する機会であります。久しぶりの里帰りを心ゆくまで満喫をし、また初めて来県する方には大会を含めた沖縄の魅力を存分に楽しんでいただきたいと思います。ウチナーンチュがウチナーンチュたることを決定づけているものが何であるかを考えたとき、沖縄独自の文化や風土、歴史といったソフトパワーが大きな位置を占めていることは明らかであります。本大会では世界に誇るその香り高き沖縄独自のソフトパワーの魅力を、さまざまなイベントを通して皆様にお届けするとともに、世界中に発信をしてまいります。結びに大会の成功に向けてご協力をいただきました関係各位に改めて感謝申し上げるとともに、皆様のご健勝とますますのご活躍を記念申し上げ、開会の挨拶といたします。平成28年10月27日第6回世界のウチナーンチュ大会実行委員会会長、沖縄県知事翁長昭氏、一平二平デビル。第6回世界のウチナーンチュ大会実行委員会副会長、新里米吉県議会議長より歓迎のご挨拶を申し上げます。 Next we'd like to ask the Prefectural Assembly Chairman Mr. 米吉新里 Vice Chairman of the Festival Executive Committee to offer a few words. A continuación el Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del Festival el señor 米吉新里pronunciará el discurso de bienvenida. Pasamos a palabra para el señor Yonekichi Shinzato, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del 6º Festival Mundial Uchinanchu. Dos. Suicide.感動して早まってしまいました。愛妻、昨日のパレード感動いたしました。今日参加の皆さんも大変感動したと思います。そして今日も感激感動しています。それでは歓迎の挨拶を行います。第6回世界のウチナーンチュ大会が開催されるにあたり、沖縄県議会を代表しましてご挨拶を申し上げます。世界各地から大会にご参加いただきましたウチナーンチュの皆様、ふるさと沖縄へようこそお帰りなさい。心から歓迎申し上げます。我がウチナーの先人たちは
大きな夢と希望を胸に抱き、強い意志と万国診療の精神で海外に遊避し、持ち前の勤勉さと誠実さ、不当不屈の精神と死のにじむようなご努力により、幾多の苦難を乗り越え、今日におけるウチナーンチュ社会の発展の礎を築いておられました。現在、海外に在住する県警人は約42万人もにも達しております。それぞれの国において、政治や経済、教育、文化等、各界で素晴らしい活躍をされており、誠に心強いものであり、まさに私たち沖縄県民の宝であり、大きな誇りでもあります。さて、今回の第6回世界のウチナーンチュ大会は、過去5回の大会の成果を踏まえ、ウチナーネットワークの継承発展、沖縄のソフトパワーの発信、若者の海外への飛躍を目的に開催されております。世界のウチナーンチュ大会は、これまで回を重ねるごとに参加者が増え続け、今大会はこれまでで過去最高の参加者となっております。大会期間中は様々なイベントが企画されており、大会の最終日には世界のウチナーンチュの日制定の宣言も予定しているところであります。本大会により、世界のウチナーンチュ同士の絆が深まり、ウチナーンチュであってよかったと、ウチナーンチュの誇りやアイデンティティを再確認するとともに、先祖代々から脈々と引き継がれてきたウチナーンチュの平和を愛するチムグクルが、世代と国境を越え、世界中につながっていくことを念願いたします。結びに、世界各地に在住するウチナーンチュ、並びにご参集の皆様のますますのご健勝、ご活躍を記念申し上げ、歓迎のご挨拶といたします。沖縄県議会議長、新里頼吉。Anniversary since its establishment. Representando al presidente de la Organización del Exterior, hará uso de la palabra el señor. Hai sai rusuyo, chuga na bira. Onde Brasil ka chabitan, Okinawa Kenjin Kai Kaichou no Shimabukuro Eiki do yai miru. Yutasaru goto unige sa bira.那覇空港に降り立って以来、空港ロビーで、そして昨日の前夜祭国際通りパレードで、お帰りなさいと熱い歓迎の波に包まれて、再会あるいは初めて出会う人々ともどもに手に手を取り合い抱き合って喜び、感謝と感激の思いを胸いっぱいにして本日ここに参りました。ウチナーの超電車二平デビュー編成運営の忙しさの中にありながらも、第6回世界のウチナーンチュ大会を主催してくださいました尾長武史沖縄県知事一平二平デビュー、ブラジルからふるさと沖縄に参集して出会いを大切にし絆を深め合うウチナーンチュの熱い心の交流を通じて、改めてウチナーンチュのチムグクルを実感し、ウチナーンチュの子息である自分自身を心の底から誇りに思うのであります。私たち海外にいるウチナーンチュは、かつて琉球王国時代の先人たちが東南アジア諸国、中国、朝鮮、
日本とヤンバル線やサバニを大量に走らせて東アジアにおける物流交易の中継拠点として国の繁栄を築き独自の琉球芸能文化を作り上げた万国津梁の民の子孫でありその魂を持って海外に遊戯したウチナーンチュの末裔であります。移民先駆者遠山久蔵王の我が家は五大衆の言葉通り世界中至る所に住み移り住み今や文字通り世界のウチナーンチュを形成しています。今日ではすでに4世、5世、6世と世代を重ねその国生まれの若い世代がその国のあらゆる社会的分野で活躍している時代であります。しかし私たちのルーツ、ふるさとは沖縄でありそのアイデンティティはウチナーンチュであります。私たちは先人たちが永遠と教え育んできたイチャリバ朝で酔い回る自分心に示されるウチナーンチュの心、この世にこの世界に優れた人間としての教えをブラジル社会の精神文化として普及し定着させてもってブラジル社会に貢献しながら世界の平和を願い県警人社会のより一層の発展に尽力する所存であります。そのために私たちは保健を中心に世界若者ウチナーンチュ大会ジュニアスター技術は民間大使制度など世界のウチナーンチュの交流の場を通じてウチナーネットワークをさらに発展させ次世代へとこれを継承する努力を今後とも重ねていきます。最後に私たちは私たちのふるさとが平和な島であることを願いまたアジアの物流交易の一大拠点として平和の緩衝地帯観光の島として栄えることを心から願い誇りあるウチナーンチュとして本大会の成功を期して頑張ります。世界の頂点チャーよ多芸に千原の野菜ウソよ一平でへでみたん2016年10月27日ブラジル沖縄県人会ブラジル沖縄文化センター会長島袋英樹一平でへでみたん Señor David, ahora con la palabra el señor David, gobernador del estado de Hawái, Estados Unidos, para proferir su discurso en nombre de todos los convidados de hoy. Governor Ige. Domo arigato gozaimasu. Thank you very much. Governor Takeshi Onaga, Vice Governor Agera, Mr. Shinzato, and honored guests. Konbanwa and aloha. Congratulations on putting on a great festival. This week-long celebration has allowed Uchinanchus from around the world to gather to celebrate our heritage, our culture, and our beginnings. We are so happy to be here with you. And look forward to enjoying the beauty of Okinawa. We look forward to learning more about the history, to experience the culture in the place where it all began. We can't wait to taste the Okinawan delicacies. And most of all, we cannot wait to get to know the people who call this special place home. For me, Okinawa is special.It's similar to Hawaii in so many ways. Okinawa has many islands, beautiful mountains and valleys and beaches. Okinawa is the destination that attracts millions of visitors each year. Like Hawaii, its people are warm and friendly. Like Hawaii, Okinawa has very deep cultural roots and its own language.Okinawa is even more special to me because it is the place
where my ancestors came from. It is my ethnic roots, and whether I am in Hawaii or traveling across the United States or here in Naha, I am proud to be Uchinanchu. We know that you have worked hard to plan all the activities to showcase these islands and to make us feel welcome. Don and I want to say mahalo for your hospitality. We are so grateful to each and every one of you for making this festival the celebration that you have planned. We are humbled by your warmth, and as we say in Hawaii, the aloha spirit that you have shown us. On behalf of the people of the state of Hawaii, the Hawaii United Okinawan Association, and the many from Hawaii who have joined us, and those who have, from past generations and future generations here tonight, we say to Governor Onaga and all the people of Okinawa, our sincerest mahalo and aloha for your being such wonderful hosts and inviting us to be a part of this wonderful 6th Worldwide Uchinanchu Festival. Thank you very much. Mahalo. Ipe nipe debe.